레프리니션이 일부러 스나라파 흐르가 애용과 찬양의 도록지수 생긴 닥치는 타면이 이름으로 채우셨음 찬내로 こんな感じですね。10分ってのはラッパーの持ち時間の10分だったりもします。なのでワンバース目はライブ夜に書きました。そしてツーバース目は10分の法則で人生を変えようって思考で書きましたね。はい、これを参考にしたのは YouTube から参考したのですけど、まあ、概要欄に貼っときますんでチェックしておいてください。で、多くの人はダラダラする習慣がついてしまってる。そのダラダラ時間を意義ある時間に使いたい。しかしそれはかなり難しいです。なので最初はダラダラの時間の10分間だけ、10分を自分の向上の10分に変えようって法則が10分の法則ですね。10分も最初はかなりむずいです。しかしトレーニングしていけば必ず10分の習慣は身につきます。自分の場合はキッチンタイマーを最初かけてやってますね。ポチッと押すとやらなきゃって思いますから。それでもタイマーがない場合、その時は5秒数えたらやろうと思いカウントするんです。そしたら自然となんかやり始められますね。それを5秒ルールと言ってます。はい、さらにその5秒ルールもさらに忘れてしまうこともあるので、5秒ルール原始とスマホの待ち受けにしてますね。はい、それで実際に習慣化として朝10分、リリックを書くっていう習慣をつけて10分、読書とか自分の時間に使ってます。成果はまあ出てないですけど、まあ、確実に良くなってるのは確かですね。でこの成果は、まあ、チャンネル登録していただければ成果が分かると思うので、長い目で見てやってください。今日はこんな感じです。チャンネル登録、高評価の方お願いします。ありがとうございます。